こんにちは。FX のご質問いただきました。まあ、エントリーをして、リスクリワード 3.1 で儲けますよね。3対1で。そして、ゼロラインっていうのがあります。ゼロラインっていうのは、例えばね、セルの方向に思った通りに動き始めた時に、戻ってきてバイの方に行ってね。で、結局利益が出ませんでしたとか、損になっちゃいましたっていうのを避けるために、エントリーしたポイントからロスカットラインをぐーっと下げてですね、ロスカットにあっても、ゼロ、もしくはプラスになるように終わる方法なんですよ。これ、どの時点でそのね、ゼロラインを設定するのかってことなんですけども、これはですね、こういう風にしています。実はね、これは奥義なんですけどもね。通常リスクリワードって2対1で取る方が多いんですよ。もちろん2対1だと、多分利益を取れる数ってのは増えていくと思います。だいたいリスクリワード 3.1 ってのは虫がいいんですよね。勝った時に3万円、負けた時に1万円払う。つまりは、2万円の差額がずっと残るっていう考え方なんですよ。だからリスクリワード 3.1 になってくると、エントリーするタイミングはものすごくね、少なくなります。本当はリスクリワード 2.1 で、回数増やしてね、たくさん稼いでいただきたいなっていうところもありますけども、逆にリスクリワード 2.1 だと、ロスカットに合う可能性は高くなるんですよ。で、リスクリワード 2.1 と 3.1、これを私なりにミックスしてやってるのが今の方法なんですよね。さあ、もったいぶった言い方になりましたけども、リスクリワード 3.1 になった時に、どの時点でゼロラインを設けるのかってことですけども、これはですね、リスクリワード 3.1。だから、どういうふうに言ったらいいですかね。こっちに3あると思ってください。こっちに1あると思ってください。で、セルの方向に動きますよね。こちらのロスカット、1を2倍して、こっち側に行った時にゼロラインを1のところに設けます。この言い方ってわかります?ちょっと図を用いた方が良さそうですね。うん。ちょっと図で説明しましょうか。じゃあ一旦失礼します。はい。図をご覧いただいて、すごくシンプルにしました。赤字で書いてるのがエントリーしたところですね。これです。この赤いラインでエントリーしたと思ってください。そうした場合、リスクリワードの 3.1 は、こっちの方向に1動いたらロスカット。そして、目指すはこちらの方向に3足したらテイクプロフィットですよね。つまりこれがリスクリワード1対、あら、すいません。1対3という考え方です。で、ゼロラインはどの時点で設けるかなんですけども、青で、ローソク足の動きを示しますよ。ローソク足がこういう風に動いていって、ガーッといけますよね。はい。で、ここで、テイクプロフィットになるんですけども、じゃあどの時点でね、ゼロラインを設けるかと言いますと、実はね、こういう風になってます。何色でいこうかな。青でいけばいいのか。黄色だと見えにくいですよね。まあ赤でいきましょうか。赤で、すいません。赤で書きますよ。最初、ロスカットラインはここに設けてますよね。ここに設けてるんですけども、ここに持ってきて、負けてもゼロにしたいわけですよ。その時、チャートバーはどこまで進んだ状態かというと、ここに進んだ状態です。つまりは、ここに来た時に、ロスカットラインをゼロラインまで持ってきます。つまりエントリーと同じところに持ってきます。そうすると、ここから何かがあってね、逆転した時でも、ゼロで終われるんですよ。いいでしょ?マイナスなしなんですよ。負けなしなんで、はっきり言って放置でいいんですよ、もうこうなったら。テイクプロフィットを外して放置でもいいんですよ。マイナスはなくてプラスしかないわけですから。相当調子がいいときは、こういう風にします。こういう風にっていうのは、テイクプロフィットラインを外すってことですよ。で、昨日の場合は、そこまで自信がなかったんですよ。1日で行くのか、それとも2日3日かかるのか、週をまたぐのかってことだったんで、昨日の時点で、113円の590なり、600なり、行かなくても、まあまあ、そこそこ勝てたら、裁量でね、エグジットしようかと思ってました。それは、18時ぐらいが私のトレードの時間のリミットですから、18時の時点で、
目標テイクプロフィットに達してなくても店じまいしようかと思ってたんですよ。まあ、しかしね、昨日はいろいろありまして18時で終わらずにそのままはっきり言って放置しておきました。ですんでこのあたりは皆さんに放送に適さないんですよね。なぜかというと私は18時に店じまいをするって建前でやってたんで、18時に店じまいしてないところを動画でお見せするのは普段の放送とねちょっと違うことになりますんで、ただ私は個人的に朝の相場解説が終わった後は基本的には自由にやらせてもらってますので、今回ね、ロスゼロラインを設定するところをちょっとお見せしてなかったんですよ。でご質問いただいたんで今ねロスカットの設定の仕方をお伝えしましたけどね、まあ、よろしかったですかね。ですんでエントリーラインとロスカットラインの割合が1だとして、リスクレア度 3.1 ですけども2動いた時点でゼロラインを設定します。プラス深追いする場合はですね、さらにここに行って目標のテイクプロフィットラインに行った時にさらにこのゼロラインをプラスラインに持ってってね、そして放置ってことになりますね。そうすると今度は何かの事情で逆転してもプラスで終われるんですよ。これは相当方向性が決まった時です。すごく調子のいい時です。でも年に数回これがあるんでむちゃくちゃ勝てるんですよこういう時は。ちょっと話が長くなりましたけどもね、今回はゼロライン設定のちょっと奥義というかね、一般公開しましょうか。まあ今回は一般公開でそんなにたくさん拡散はされないと思いますけども、まあでもいいじゃん、これ見た人はこれで勝ってください。そんなにねいつでもかつでも使える機会があるとも限りませんので、はい、じゃあ以上です。